ポートアーサー、ポートアーサー、ポートアーサーは、オーストラリアタスマニア州のタスマン半島に位置する、小規模の町である。かつては、国内最大の流刑植民地があり、2010年、ユネスコの世界遺産に、オーストラリアの州人遺跡群の一つとして、登録された。ポートアーサーは、タスマニア州の州都ホバートから南東に、約60キロメートルのところに位置する。 ホバートからでは、リクロタスマンハイウェイでゾレルを経由し、ゾレルからアーサーハイウェイを利用することで到達することができる。同程は約 96km60 マイルである。ホバートからポートアーサーへは、バスやフェリーで行くことが可能であり、また、複数の旅行会社がホバートからの日帰りツアーを再行している。 ポートアーサーの名前は、バンディメンズランド副総督であったジョージアーサー。1784年から1854年にちなむ。タスマニア島へのヨーロッパ人の入植は、1803年に始まった。ヨーロッパ人とアボリジニの衝突は入植開始から継続した。白人とアボリジニの衝突は、アボリジニの殲滅の方向へと進んでいった。 1818 18年時点でのタスマニア島の人口は、アボリジニ側が推定4000人から2000人に半減する一方で、白人の人口は約3000人に膨れ上がっていた。さらに、ナポレオン戦争以降、イギリス本国の好調な羊毛需要に支えられ、タスマニア島では、牧羊業が発展した。1830年には、白人人口は23,500人。 羊は百万頭に達した。そういった中で、1826年、アーサー副総督は、アボリジニを武力で追い払う権利を白人に与え、必要ならば、軍隊の支援も提供すると宣言した。1830年10月には、ブラックラインと呼ばれる人間の鎖をタスマニア島に展開し、アボリジニは最終的にタスマン半島に置いたて、捕獲する作戦を展開した。 こうして、ポートアーサーは、1830年に、牙として、開拓が始まった。しかし、3年後の1833年には、流刑植民地の建設が始まった。カーナボンアンのほとりに、少年刑務所が建設したことをその行使とする。1833年から1853年の間、ポートアーサーは、イギリス人及び、 アイルランド人の犯罪者にとって最も過酷な目的地となった。加えて、ポートアーサーはイギリスが設けた流系植民地の中で最も厳格なセキュリティ体制を敷いていた。具体的にはタスマン半島の地形を利用した脱走監視システムである。タスマン半島は地境であるイーグルホークネック経由を除き陸路でタスマニア本島へ移動する手段がないため、 そこに紹介塔と紹介券を置いた。1840年代には、タスマン半島全域に保護観察システムが整備され、タスマン半島は、複数の産業施設が整備されるようになった。インフラ面からは、囚人の鉄道と呼ばれる鉄道が、ノーフォーク湾とロング湾の間で、1836年に、完成した。タスマン半島北西部のソルトウォーターリバーの炭鉱。 オーストラリアの囚人跡群を構成する世界遺産に登録されているとイーグルホークネックも道路で結ばれた。脱出不可能の刑務所であったが、その中でも脱走を試みた囚人がいたことは確かである。マーティン・キャッシュは他の二人と共にポートアーサーから脱走した人物として歴史に残る。しかしながら1840年代半ばになると、 流刑の処分を受けた囚人の数が減少した。そのため、1849年には少年院は廃止された。1877年には、ポートアーサーの囚人施設も廃止されることとな。ポートアーサーの刑務所は、ジェレミ・ベンサムの理論と彼の考えに基づく、パノプティコン型の刑務所であった。ポートアーサーの刑務所の建設は1853年に、一応の完成を見るが、 1855年、拡張工事が実施された。刑務所のレイアウトはシステマティックにできていた。1877年に、ポートアーサーの刑務所が閉鎖される以前から、ポートアーサーを観光の拠点としての可能性があると考えた人物がいた。1842年に、ポートアーサーを訪れたデビッド・バーン。デビッド・バーンは、タスマン半島の美しさを評価し、 多くの人々が訪れる場所であると確信していた。とはいえ、バーンの意見が必ずしも大多数に受け入れられたわけではない。一例として、1872年にアンソニート・トロロープ、アンソニート・トロロープは誰も廃墟を見たがるはずがないと述べている。刑務所が閉鎖されて以降。 ポートアーサーの施設群はオークションにかけられることとなったが、1889年まで売却されることはなかった。この時までにポートアーサー一帯の施設は少しずつ廃墟と化していった。1895年と1897年の失火はポートアーサーの施設の破壊に拍車をかけた。しかし、1880年にはポートアーサーの施設は、 観光施設として生まれ変わったのも事実である。かつての監守の住居はカーナボンホテルに生まれ変わったし、1892年には観光客のための港も整備された。1912年の観光客は5000人と推定された21世紀の現在では年間に28万人が訪れる。また、ポートアーサー刑務所の閉鎖後、タスマン半島の土地は 細分化して払い下げされ、農場や果樹園となった。タスマン半島の基幹産業が囚人を中心としたものから農業へと転換していった。また、20世紀初頭までには、ポートアーサーも含めて、半島には8つの学校が設立された。1987年、ポートアーサー歴史史的管理局、ポートアーサーヒストリックサイトマネージメントオーソリティが、 設立された。タスマニア州政府の財政支援と史跡を訪れる観光客の入場料によって運営され、そして2010年7月31日、ユネスコの世界遺産にオーストラリアの囚人遺跡群の一つとして登録された。ポートアーサーはオーストラリア市に残る犯罪の舞台となった。1996年、ポートアーサー事件が発生した。その後、 オーストラリアでは銃規制が強化されることとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。